ちゃんと伝わらないんですけど、我々日本国民は自民しか選択肢がございません。民主主義は数で勝負です。自民えらいことになってるやんみたいな感じやねんけど、それでも残念ながら自民しかないんです。新しくできる政党なんて素人集団論外ですからね。産経新聞2023年12月10日、習近平さんのメンツ丸つぶれ、 G7 唯一の離脱で一帯一路ズタズタ、これ格付けはネガティブ下落。友さんの主義者、友さん共産経済ど素人でズタズタにするために現れてはるからな。中の国の友さんの党、日本の友さんの党、世界各国の友さんの党は、コミッテル国際共産と第三インターナショナルの一支部同士。コミッテルの正式名称コミンのテルン、コミンのテルンなくなったことになってんねんけど、指導団体が有名なところでそれはまだあって、なくなったふりしてるだけやろって見てるといいですよ。指導団体自由なおそうめん屋って呼んでんねんけど、自由フリーおそうめんメイソン、おそうめん屋さん、おそうめんがって言ってたら全てメイソンのことなんですけど、私たちが見せられてるものはおそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇。おそうめんはどっちに転んでも損しないようになってるので、我々日本国民は資本主義と日米同盟だけ守ってりゃええねんっていう考え方のもとに日々発信してんねんけど、スピリチュアルや都市の伝説にハマってらっしゃる方は資本の主義があかんねんって思い込まされてるみたいけど、資本社会ともさん3つの主義しかなくて、資本だけが自由に楽しく生きられんねんで、そういう設定やねんで。私戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんですね。きっかけは社会統計の実にお偉い、肩書きが立派な素晴らしいとされる先生とのお仕事、これが苦痛で、政治学者ってこの程度でなれんの、てか社会党ってなんなんっていう疑問がふつふつと。その時の責任者の方がトモさんの党員として生きる宣言をした。トモさんは共産やねんけど、定年後それ聞いた時、ああだからあの時理不尽やってんなって妙に納得してんけど、社会党信奉者ちゃうかったんとか思いました。結局社会党もトモさんの党ももともとは同じ組織やって、私フリーランスで掛け持ちしたりする仕事やってんけど、そこ十数年お世話になってて、政治のお仕事やってから地獄になってんけど、今まで言われたことのないことで怒られてんねん。君はねこんなことしてんねんやって、いやそれは私の仕事やねんけど、あかんの、え、どういうことっていうことで怒られてんねん。で、書いたもん全部消しやがんのよ。え、どういうことって。ある時聞いてしまいました。残念な人、上司は残念な部下選びがちやんか。自民の先生が乗り込んできたら書いてたら都合悪いやろって言うてんねん。だから消してんねんって。だったら私いらんやんか。って思いながら。なんなんとか思いながら、社会とってないやねんって。その時ちょうど別の現場で、中の国の言葉を入れ込んでほしいって言われて、あ、いいですよ。誰が書くんかなと思ったら、私やって簡体字って言われる崩した漢字どうやって書くのとか思いながら、チャイニーズライト買ってきて手書きから初めて書けるようにしてんけど、そこから中の国の検索サイト100度って書くバイドゥで、日本の政治家やジャーナリストの名前を入れ倒して画像を検索してたり、うーわ中の国でこんな活躍してんねん、地下2階のおっさん中の国で出版しとるわとか、いろいろ見てたんですね。先人の書を紐解いて歴史の真実ごそごそしだしたのは、帝国政府声明文ってのが、あの戦争はなぜ起こったのか、帝国政府声明文に書いてあるっておっしゃってる方がいらっしゃって、だったら国会図書館のサイトで調べたら出てくるんじゃねって思ったら、いっぱい出てきた。先人の書紛失されてほとんどなくなってるみたいなことをおっしゃってる方いらっしゃる、学者さん。私あの基本的に学者さん嫌いなので、無料のリサーチャーのように思われる可能性大やしな、仕事じゃないんやから、ただただめんどくさい。それ以上見てなくて、独自で調べてきたんですけど、この世の中あちらこちらに工作員ってほんまにいて、せっか工作員って呼ばれてたみたいなんけど、せっかっていうのは、思想を赤く染めていくこと、赤く化けるって書くねんけど、思想をトモさんの主義にしていくことなんですね。トモさんは共産。味方のふりした敵フレネミーが言っておるなってずっと思ってて、ブログから始めてついつい今 X になったところやってたら、いろんな人来てんけど、フレネミー誰やったやろな、私興味津々やったんですね。ついついって左の翼の洗脳ツールやねんやろなって思いながら始めてんの。私関わりたくない人は片っ端からブロックして始めたんですね。で飛び込んでくる人には親切にウェルカーっていう感じで、観察対象手厚く親切にしてあげて、
こいつちゃうわと思ったらパーンって話すっていうね、キャッチ&リリースしてたんですね。ちょっと逃げていかれる方が多かったんけど、インターネット SNS では日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中がいて、私は保守というカテゴリーに入れられるといらムカってしてたんやけど、保守って極左かカルトやんってずっと思ってたんですね。日本で保守論客言って活躍できる連中ってお隣の国の K の国の中の教メディアや、今まさに騒がれてる T1 教の会お幸せや 10D のメディアで活躍してる連中、 AB さんがあの世に旅立って中の教ではどもこもならんっていうことで、多分きっと天理の教育顧問の広池ってのが提唱したモラロジー道徳科学に移りはってんなって見てんねんけど、意識高い系のセミナー、近頃保守論客の学者さん広池が提唱した道徳科学モラロジーの大学の人たちだらけや、何をおっしゃってるのか全く聞いたことなくて、そういうバックボーンベースばっかり調べてお伝えしてんねんけど、私はいいこと言ってるからこの人は信用できるとか思わへんタイプで、ベースは何かだけ調べます。口では何とでも言えんねん。保守ってもともとニューソート運動やってんのちゃうかなって見てて、でニューソートに焦点合わせると面白いようにニューソートに繋がっていきました。稲田の智美を総理にしたいいうやつがブログやってた時にメッセージくれて、稲田の智美って何って調べたら、 T1 教の会で講演してるけどこの人は成長の家の信者やねんや、 T1 教の会でも話すんねんや、へえ。成長の家って水子供養始めましたで、チャリンチャリン、うまいこと考えたな。教祖の谷口さん、ニューソートの哲学博士持ってる人やんか。あ、ニューソートやんか。私10代最後でジョセフ・マーフィー先生、ニューソートの牧師の書籍にハマってめっちゃ一生懸命読んどって、転職した時に読んでてよかった、潜在意識の活用ってすげーって心から感謝したんや。30過ぎてからニューソートって怖いねんな。翻訳家のおっさん、悪徳商法、催眠商法を考案した島津の光一であること分かって、それが社会問題になってうまいこといけへんなって、日本にセミナーを定着させはったんやって、怖いなーとか思ってたんですね。20代後半でスピリチュアルの勉強会行ってきてって言われたから、仕事関係者に春木も山のにぎわい風に人足らんのかな思って行ったら、人いっぱいおったんやけど、その会場のオーラがなんかキモいね。私オーラ見れんの、この人のオーラはピンクとかそんなんではなくて、あるところの喫茶店でめっちゃ光ってる竹取物語の竹のように光ってる子いるな、ああこの子これから売れんねや、ナイナイの岡村さんがまだ無名やった頃めっちゃ光ってると思って見たことがあって、グレーなオーラとか光ってるとかはわかんないけど、嫌な空気が流れてたん、グレーのめっちゃ嫌やったんですよ。トイレ休憩で帰ってきて、これは見といた方がいいなと思ってスピリチュアルウォッチャー楽しんでたんですね。だから日本人であるならば保守でないといけないってやってる連中ってニューソート系なんかな、光と闇の戦いが行われてるって言うてるやつらは新しいエイジ君やなとか、なんとなくぼやっと浮かんできて、それを突き詰めて調べて、やっぱりニューエイジやなとか思って見てんねんけど、私が行ったスピリチュアルの勉強会ってニューエイジや思うねんな。高次元の存在と交信したり、新しいエイジ君のあかんところは自分のこと神様やと思い込ませるところって書いてあってんけど、いるよね、あなたも神、私も神、あの人も神とか言うてる人、だから何も言わせませんってやってんのかな。ジョセフ・マーフィー先生はただ利用されただけやな思って、ジョセフ・マーフィー先生ってイエズス会の信者やったんですね。で、悪性の腫瘍にかかってもて、当時話題やった潜在意識の活用、潜在意識の呼びかけ、心理療法やったら消えたってなって、その凄さを伝えてはったんですよ。教会やセミナーに行ってしまうと革命戦士みたいなことを鳴らされてしまうんやろうなって分析してるんですけど、保守の代表格の方、ニュースキャスターなさってた方、クリスチャンサイエンスモニターっていう宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやった。クリスチャンサイエンスがニューソートの元になった宗の教で、クリスチャンサイエンスモニターは T1 教の会の世界の日報と提携してた。だからあの方 T1 教の会のセミチクラブで活躍なさってはったんやと。それ見つけた時からこの人の話聞かんとこって全く見てないねんけど、クリスチャンサイエンスがニューソートの基礎になった宗の教、クリスチャンサイエンス作ったんがおばちゃんやねんけど、3回結婚してて1回目のご主人が早くにあの世に行かれて、おそうめんの会員やったんですね。おそうめんの様式で葬られました。多分きっとそこで白羽の矢が当たったと思うねんけど、おばちゃんは残念なことに狐付きとか霊能者とか特殊能力はなかった。だからその時すごいとされてた心理療法を取り入れはったんです。これ多分お膳立てされてたんちゃうかな。潜在意識の活用、潜在意識と顕在意識ってのがあって、潜在意識に呼びかけたら夢叶っていくねんでって、ジョセフ・マーフィー先生がご病気治したように、大正時代の書籍調べたら
手技とか壺もみもみとかやってはったんやけど、おばちゃんが収納鏡に取り入れたことで信者さんがピャーって集まっていって有名になりましたとさえなんて。で、信者さんにおそうめんにも入っていいよっておっしゃった、宣言なさったところから、クリスチャンサイエンスは自由なおそうめん屋さんと共生関係にあるって、ビヨンドシークレットっていう、ザ・シークレットも怪しいもんやでを暴露った文庫本に書いてあった。セミナーや収納鏡に行ってしまうと革命戦士みたいなこと鳴らされてんねんやって私は冷ややかに分析してんねんけど、意識高い系のセミナーとかやってらっしゃる方、集まってらっしゃる方、めっちゃ楽しそうやねんけど、ちょっとそこには身を置きたくないなという恐怖を感じてしまうのは何なんやろ。主催者寄りにならないと搾取されてしまうっていう恐怖からやろか。 AB さんがあの人を利用するのは賛成やって、日本国民不在の中で政治が行われてる、ゲアしてしもて、ピーマン教の会あの人避けててんで。有田の義父先生の過去のブログで、北野金ちゃんのところのラチラチの問題から、 T1 協の会が北野金ちゃんのところと仲良いしてるので、僕は会いませんよ、避けてますって言うててんけど、ゲアしてしもたやんか。だから一見まともに見えるあの人たちと組んだやん。立ってるものはカルトでも使え言うやん。こういうのはしたたか、利用価値なくなったら捨てる、あ、やっていかなあかんもんやん。あちらはあちらで AB さん利用して自分たちの意のままにしようってやってて、自民の票割ることばっかりやってきてるからな。民主主義は数で勝負やし、T1 教の会の教祖のせんべいみたいな名前のおっさんは、反友さんを掲げて、友さん共産、AB さんのおじい様であるキッシーさんの元に現れて、多分組みなさいって言われたやと思うね。反友さんやったら誰でもよかった時代、友さん絶対役やねんやんか。で、マスコミの連中若いから、T1 教の会イコール自民とか、AB さんイコール T1 教の会ってやってんねんけど、T1 教の会の関係者、室井の国彦さんっていう議員が、今現在維新にいんねんで、鳩山さんがいたミンスから出馬して今現在維新にいる、これは誰も言わないよね。室井の国彦さんが T1 協の会の関係者であることは新聞赤い旗に書いてあんねんけど、これは全力で隠してるよね。めっちゃフェアじゃないんですよ。だから私よくフェアじゃないって言われんねんけど、皆さんと同じことやってるだけ。こういうのはしたたかに、資本社会ともさ、3つの主義があって、3つの主義しかなくて、資本だけが自由に楽しく生きられるポジションなんですね。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなってんねん。だからこの2つ守らなあかんねん。それには自民しか、システム上の問題ですよ、お話ですよ。自民の中にとんでもいっぱいおるがな。今回更迭された人いっぱい出てきたけど、政治家は人で選ぶものではなくて政党で選ぶものやったんですよ。AB さんの周りって味方のふりした敵フレネミーだらけやな思いながらも、私は支持しておりました。民主主義は数で勝負やから、保守保守うるさい連中が推してた人たちだらけやんかみたいな、非常に恐ろしい計画がございまして、国民が選んだという形を取らせて、資本の主義を潰させて、社会の窓主義に突入させて、後に友さんにしていく、世界を一つにワンワールドっていう計画があるんですよ。そんなんされたら愛地獄やで。それを阻止したいがために一生懸命言ってんねんけど、うちらは資本主義と日米同盟だけ守ってりゃええねん。次にハマってる連中は資本主義があかんもんって思い込まされてるので、めっちゃ厄介やな。なんでさ、目に見えないスピで一括り、保守っていう言葉で一括り、よってたかって自民の票減らすことやってた。保守保守うるさい連中は親日の外国人やったらええねんってうちらの世界に混ぜようとしてきたり、他の国で行われてる気の毒なこと、かわいそうなことを浮上させて、うちらになんとかしてあげないとって思わせようとやってきましたが、それって統一戦線工作、同じ部隊に引き上げて一緒に潰していく工作ちゃうのって、私は他の国のことはネタとしてしか見ないことにしました。とにかく、いやでも自分しかないねんでっていうことだけお伝えしたいです。イタリアのようになってしもたらあかんで、ね。